弾くときのスネアは、最後になんかスネアってちょっと ザラッとした音がするから、あのちょっとわざと跳ねかけたような音を混ぜて、破裂した音とさっていうちょっとなんかザラついた音をどっちも一緒に出すとスネアがさらにスネアっぽくなるんで、破裂した時の音とで、破裂した音が一番出しにくいと思うから、最初はスネアのさザラッとした音だけをちょっと意識してやっていってください。はい、ボっていう感じ。口はボ、ボってあるじゃないですか。で、ボのをやっぱ、ボを抜くと。ちょっと待ってください。どうする今。これは本当女性の方でも全然、声関係なくできるからできるんですよ。なるべくこう唇ちょっと今横向きだから縦な感じで、でちょっとなんだろう、この辺の空気だけ使って弾く。あ、唇、今多分意識的に唇がパッて開いてるから、この辺からもう閉じてるけど、ここから空気が来るから開いちゃったっていう。それでもハイハットが一番多分できる。あ、はい、もうただ